周栄康氏、周栄公、周栄公、上四冠、1942年12月台は、中華人民共和国の政治家。第17期中国共産党、中央政治局常務委員、中国共産党中央政法委員会初期、中国共産党中央、治安総合治理委員会主任を歴任。党内序列は2012年の時点で最高第9位。 2015年6月、汚職により、無期懲役刑が下された。1964年、中国共産党に入党。1966年に、北京石油学院を卒業後、石油管理局長を経て、1985年に、石油工業部副部長、次官となる。1988年、中国最大の石油ガス国有企業である。 中国石油天然技集団 CNPC 石油工業部を1988年に国営企業し下,下の副総経理を務め1996年からは CNPC の総経理を務めた1998年主要機内閣で国土資源部長大臣に就任2000年四川省等一書記に転出した2002年に 党中央政治局委員に選出され、中央初期どころ初期に就任。同年、公安部長検討一初期に就任し、翌年発足した、恩家法内閣でも留任。総警官、武装警察部隊第一政治委員、国務委員、副首相級、政法担当など要職を兼任。政法部門、情報、治安、司法、検察、公安などの部門では羅漢に次ぐ。 第2位の地位にあった。2007年10月22日、第17期一中全会で中央政治局常務委員に昇進し、中央政法委員会初期に就任、ラカンの持つ政法関連の職を受け継ぐこととなった。10月29日、公安部長の地位を退いたことが確認される。2010年10月9日から10月10日にかけて、 朝鮮民主主義人民共和国の平壌で行われた朝鮮労働党65周年記念式典と中央報告大会の来賓となり後継者として姿を現した金正恩と並んだ最高指導金、小日の隣に出席し、壇上で監修に向かって金小日と手を携えるなど中朝同盟をアピールした思想、宣伝部門を統括する李朝春と共に 古今東総書記、恩家法総理の政敵である、薄木広白井と緊密であり、2012年の薄木広白井事件における、薄木広白井の処分には消極的だったとされ、同年11月に中央政治局常務委員と中央政法委員会書記の職を解かれた。2013年12月1日以降、消息が途絶えており、当局に拘束され、 汚職問題で追及されていると報道された次項目、汚職、失脚参照。第14期中央委員候補、第15期中央委員、第16期中央政治局委員、第17期中央政治局常務委員、以上2012年まで。2013年8月末、香港並みが中国共産党指導部は、周栄港。 前政治局常務委員の汚職をめぐる調査を開始することで合意したと報じた。周栄光が2012年11月まで務めていた政治局常務委員は党最高指導部の一員であり、親しかったと言われる薄木広次第の一ランク上にあたる。この時点で中国当局は周がトップを務めていた中国石油天然ガス集団。 CNPC の幹部4人を調査していると発表していた。この第一報以降、共産党内序列第9位とされる、要人であることから報道は慎重に展開し以下の、通り断片的散発な続報となる。2013年12月1日以降は、消息が途絶え、当局に拘束され、汚職問題で追及されているとの報道がある。2014年3月3日、 周栄光、全党政治局常務委員をめぐる国内報道を解禁し、問題が生じていることを初めて報じた。経過時報は一面で、周栄光問題と明記。中国メディアは、周氏の弟や息子らが汚職などの容疑で拘束されたと伝えていたが、それが、周の親族だとは明示せずに報じていた。中国当局は、2014年3月末までに、 州の親族や側近、部下ら300人以上を調査し、州本人の他親族や部下の持つ900億元、145億ドル、相当以上の資産を差し押さえたとされる。州本人への調査は前年末から始まり、共産党が政権を握った1949年以降に汚職調査の対象となった交換らの中で最高位、5つの省にある自宅を捜索し、 総額三百七十億元の銀行預金を凍結、総額五百十億元の国内外の再建や株式を差し押さえたほか、約三百件のアパートや別荘、骨董品や現代絵画、自動車六十台、現金などが押収された。同年二月には、周栄光の権力基盤である、四川省の発電と観光分野で、周の息子の周浜と協力関係にあった、中国企業、 死戦艦留集団の留管が殺人罪などで逮捕、起訴されていた。2014年4月29日、州の側近であった、李春城、元死戦将党委員会副書記が党籍を剥奪され、公職から追放された。同年5月23日には、常日の死戦艦留集団主席の留管に死刑が宣告された。2014年に入ってから、州の周辺人物が、 相次いで突然死していると報じられる。2014年7月29日、中国共産党中央規律検査委員会は、衆栄光の重大な規律違反について立件したと、新華社が報じた。その他の中国マスコミも一斉に事件を報道、衆の失脚が確定した。2014年12月5日、中国共産党中央政治局の会議で、 州栄校の投石を剥奪し、身柄を司法機関に移すという決定が下された。2015年4月24日後北正美名、古北省みな、ネイシ中級人民法院で、立春城の第一審初公判が開かれた。土地開発で、職務上の地位を利用リベートを受け取り、事業計画に便乗し別件で、基礎済みの局、松枝、立春城の夫人など人は、 合計3979万7597元相当約7億9000万円を不正会計などから利益供与された容疑の収賄、職権乱用で訴追され、このうち2001年9月から2011年7月末まで担当した生徒市長として多い初期在中を行った事件容疑では、集営校から直接指示を受け法違反を認識の 上である事業者に便宜を図ったとされた。2015年4月、修栄光は、収賄、職権乱用、国家機密の漏洩の3つの罪で刑事訴追される。2015年5月22日天津市第一中級人民法院で初公判が開かれた。新華社報道によると収賄は職務を利用した一連の事件で、修栄光は、石油政策で、 直接、正規予資瓶から七十三万千百元、約千四百五十八万円の金品を受け取る。一方、クレヘイ、テイセッポウ、オン・セイザン、シュート、それぞれの関係と立場で便宜を図りこちらの謝礼は、夫人のカーキラ・アキラと子息シューハマは四人から別々に、契約一億二千九百四万円、約二十五億七千万円相当を受け取ったとされた。 職権乱用は、閣僚、党幹部の正規落とし、李春城と共謀し、周浜、周吉先、周玄青、何つばそう栄将らが行った土地開発や事業計画に支援協力する見返りに21億3600万円、約425億円の収益を家族で受け取り、これによって14億8600万円、約296億円に上る。 経済損失を発生させ、国家と人民に重大な損害を与えたとされる。国家機密漏洩は、国家秘密法の規定に反し5件の極秘級の文書と1件の機密級の文書を指摘関係にあった、一般人実業家総営商に提供したとされる。2015年6月11日、一審判決で無期懲役に処され、同時に政治的権利の終身剥奪に、 個人財産没収が言い渡された。周栄校は、基礎内容を認め、上訴しないと、意思表明した。裁判は、非公開で、半ば秘密裏に行われ国内マスコミの扱いも、小さく決心の内容のみ伝えた。急成長を遂げた中国経済の減速が予測される、中、景気低迷から、政治腐敗による汚職が問題化すれば、 政府の経済政策を脅かしかねない状況だった。エネルギー政策に発言力を持つ習栄光は引き立てていた薄木広次井の失脚以降その影響力を弱めていた。習栄光が粛清された理由としては小ツシ派との対立だけでなく2010年に薄木広次井と衆による習近平批判の録音が2012年の 王立軍の亡命騒ぎをきっかけに耳にした中国共産党総書記について、日川西地下大らの激凛に触れたこと、州の再婚が後ろ盾であった上海法の総帥である元党総書記、江沢民の不況を買ったこと、州の前妻は、河野親族の二点を産経新聞は挙げている。また NHK が中国政府関係者に取材して得た情報をもとに、 一旦2018年2月13日の報道によると、周栄校の国家機密漏洩罪というのは、2012年8月に、北京で、胡錦東国家主席と北朝鮮の朝政卓、国防委員副委員長の会談が行われたが、この際、周栄校が部下を使った盗庁により、朝政卓が、胡錦東に、金正男を後継者につけようと思っていると発言したことをつかみ、 2013年初頭に、周栄校がこの情報を金正恩に密告したことであるという。そして、これが、金正恩の激凛に触れ、その後の調整宅の処刑とマサオの暗殺に、繋がったという。密告した理由については、周栄校はこの時、汚職容疑で捜査を受けており、金正恩が後継者指名を得た2010年に、金正日、金正恩親子と肩を並べた。 唯一の外国人という緊密ぶりを内外に示していた北線とのパイプを利用することで中国指導部の動きを牽制しようとしたのではないかと推測されている。一方、中華人民共和国外交部はこの報道をデタラメと記者会見で否定した。2010年12月4日の米ニューヨークタイムズ紙によるとウィキリークスが公開をした米外交公伝により 一連の Google 攻撃、オーロラ作戦は中国政府が行ったもので攻撃を統括した州栄光と李朝春による指示で行われていたことが判明したと伝えられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。